はい、どうもコンビです。さて本日ですね、お話ししたいのはディガホグの弱点というところをですねお話ししていきたいというふうに思います。まあディガホグ戦術、クイヒーディガホグっていう形で結構使ってる方多いと思います。まあ私もですね、もう自分の戦術のもう筆頭として愛用しているアタックになるんですけども、これですね、使いどころ間違えると、どうあがいても多分全開取れないタックになってっちゃうので、そういう環境というか、まあ、パターンだけは、ちゃんと考えてとか知っておかないと、ですね、ドスボにはまっちゃうぞというところですね、見てもらいたいと思います。これは私の失敗ですね、を、存分にちょっと今回は晒していきたいというふうに思うんですけども、プラン的にはですね、ここですね、ここ。ここを、まあ、クイーンで削っていって、まあ、この辺を、まあ、キングで削ってきますね。で、こっからガツンと、まあ、こんなような格好で、ディガーとあとホグを出していくという格好のアタックになっていくんですけども、さあ、見てもらいたいのはですね、まずは、アーチャークイーン、クイヒーですね。まあ、ここまでは結構ですね、まあ、ハラハラヒヤヒヤするような感じにはなってるんですが、一応、まあ、うまくことできてる気がします。投石機、アーチャークイーンちゃんと止めて、レイジーかけての処理と。でですね、ババキンもしっかりとこの上の方ですね、ここ。アイスゴーレムに当てて、まあ、処理ができてると、まあ、自家自賛するつもりはないんですけども、まあ、とりあえずですね、まあ、そこそこ形にはなっていくかな、と、まあ、いうようなところですね。で、この後アーチャークイーン中に入っていって、でですね、相手の主要施設を削っていきます。まあ、この前の動画でアドバンテージの話をしましたけども、まあまあ、クイヒープラス、まあ、ババキンで、これだけのアドバンテージが取れてれば、まあ、悪くはないと思うんですよね。序盤の進め方としては。で、ここですね、グランドウォーデンプラス相手の、ロイヤルチャンピオン、クロークを発動して、処理していきますという格好ですね。ちょっとすみません、こうタップしました。で、見てほしいのはこれからです。ここ。今、アイゴレ出てきましたよね。このアイゴレ。ここのところをチェックしてほしいんですけども、さてさて、ここですね、ディガーたちがアイゴレに完全に捕まってますよね。で、凍らされてグランドウォーデンまで足止め食らっちゃってると。で、ホグライダーが先行してるの分かりますかね？ここ。分かりますかね？ここに今、ディガーがいて、ここにホグがいるという状態なんですね。ここが分かれちゃってるんですね。こういう風に。で、グランドウォーデンはここにいるという状態。これがですね、もう完全に、クイヒーディガフをやる場合のもう致命的な、ドスボにはまるパターンですね。完全にディガーたちが遅れを取っちゃってホグと分断されてるんで、ヒールの呪文の効果も十分に発揮できない。で、さらに、グランドウォーデンのトーム、これもディガーたちに借りましたけども、大量にいたホグがほぼ全部溶けた状態でディガーがやっと追いつきましたよね。これじゃ意味ないですよね。本来トームの呪文、トームもあとはヒールの呪文もより多くのユニットに、まあ、同時にかけることによって、まあ、その効果を最大化する、まあ、それは当然の話だと思うんですけども、それができなかったことによって、ですね、もう非常に最終盤ユニットの数が絞られてきちゃっております。で、まあまあなんとか最後行ってくんないかなってこの辺で思ったんですけども、まあ残念ながらですね、時間切れだったかな確か、まあ、というところでくじを舐めたという結果になりました。これですね、まあまあまあちょっと分かんないですけども、もしかしたらホグラッシュをしたり、あとはディガーラッシュを、やってディガホグにしなければもしかしたら、ワンチャンいけたかもしんないなっていうのをちょっと、思ったところですね。なんで、それを実は誰かにやってほしかったんですけども、あ、援軍もらった、ありがとうございますこうメモ帳を作ったのはそれですね。このメモは誰かホグラッシュかですね、これね、ホグラッシュかディガーラッシュで、なぞってくださいっていうお願いをしていました本当にね、これまあそれなぞってくれてたら今のまあ仮説がよりね10勝できたと思うんですけども、ちょっと残念ながらなぞってくれる方がいらっしゃらなくって、代わりにね、これ見てもらいたいと思います。大五郎さんのアタックですね。今日もう2本ですね、ディガーラッシュだったり、あとはディガホグでこういう風にやったらいいよっていうところの話をしていこうと思います。まずはこれ、大五郎さんのアタックですね。この援軍の反対側からクイヒーパート出してますよね。なので
援軍を食い火で釣らないパターンというのをちょっとまずはね、ご覧いただきたいというふうに思います。で、そんな場合もですね、今回大五郎さんホグライダー持っててないですね。全部ここ、おっとっと、全部これが、ディガーになっているので、これがですね、功を奏していきます。まあ、援軍とディガーが当たるときにどんなニートの動き方をするのかっていうところをちょっとね、よく見てもらえたら分かりやすいかなというふうに思うので、そこまではですね、まずこの、まあ、上手に食い火、壁の中に入れてかなりのアドバンテージ稼ぎ出してますね。相手のイーグル砲、インフェルノ2本を追っていったと、まあ、素晴らしい仕事をしてくれて、サイドカットの効果も完璧なんですけども、さてそれよりも見てほしいのはディガーですね。さあここからですね、ディガーが随時出てきます。ちょっと出してカットを入れてから、主力のディガーをガスンと出していくというところですね。はい、今入っていきました。さあこのディガー本当はですね、腰のギガインフェルノに向かわしたかったんですけども、まあ、残念ながら全部それちゃうんですね。ここはちょっと残念ながらな点だったんですが、まあ、見てほしいのはここです。相手のラバーハウンドと、あとはこれですね、アイスゴーレム、まあまあ、アイゴレ3体だったらもっと分かりやすいんですけども、全部ディガーなんですよ。全部ディガーなんで、アイゴレにこう捕まってしまったところで分断されないんですね。しっかりとこうグランドウォーデンが今一瞬足止め食らいましたけども、ディガーたちが束になってくれて、そこにこうヒールがかかっているおかげで、全然ですね、今のアイスゴーレムの氷の効果っていうのは、まあ、効いてないも同然の状態になりましたよね。でさらにその後グランドウォーデンも、まあ、ちょっと今怒ってしまってはいるものの、ナジルサークルをしっかりと、ディガーたちのそのいる範囲にこう収めていくということでサポートができてましたんで、まあそこでちょっと足止めを一瞬食らいましたけども、まあ、ヒールとウォーデンの、まあ、能力のおかげで、まあ、これだけのですね、ディガーがしっかりと生き残ることができると、こんだけですねいう形になるわけですね。もしまあそこで半分ホグとかにしておくと、また同じですね。ここのところでアイスゴーレムに当たったタイミングで、ここで例えばここに、ディガーが残ったとすると、こっちの方にホグが行って2つが分断されちゃうという状態がね、生まれたんじゃないかなと思います。まあ、ディガーラッシュにしておいたおかげで、それが起こらなかったということですね。なんで防衛援軍を後から処理、するという場合には、しかもそれが初見で ないしは、まあ、アイスゴーレムがいることが分かっている、追い打ち攻めの場合はあまりおすすめ、私はしないというか、自分も気をつけようかなっていうふうに、まあ、本当に思いますね。これやっぱりやってしまうと、そのディガーホグの効果っていうのは、ディガーとホグが一緒になって、面で押していくっていう、まあ、その仕事になるんですけども、その効果が全然発揮されないんでね、そこは非常に注意したいというふうに思います。で、このアタック本当にすごいんですね。クルミさんが、取ってくれたアタックっていうのは、これは食い火ディガホグになります。1個前の動画かな。でもこのアタックを、見てもらったと思うんですけども、まあ、これには学ぶことが本当に多いですね。まあ、一つは、この食い火パートでね、前回はここ、アドバンテージがすごい取れてますよねっていう話を、したんですけども、取れてますねって話をしたんですけども、これですね、もしまだ見てない方がいらっしゃったら、アドバンテージどんな風に取れてるのっていうところをですね、ぜひぜひ、ご覧いただきたいというふうに思うんですが、本日のお話はディガホグパートですね。注目点はここ。まずはこの食い火ちょっと飛ばしますね。しっかりとここで突撃艦イエティによって、防衛軍をこう釣るんですね。で釣り出しておくことによって、これをここ食い火に当てていって、おっとすいません、食い火に当てていって、ここで、防衛軍を処理していくというね、形。これができることによって、後のディガホグパートがどれだけ伸びるかっていうところを、もうぜひですね、注目してみてもらいたいというふうに思います。さあまずは食い火で援軍が処理できたというところで、もうあとは怖いものは、もうないですね。援軍プラス、ギガインフェルノを折っちゃってますんで、まあ、投石機アーチャークイーンロイルチャンピオン、まあ、この辺がいるんで、まあ、油断はできないですけども、見ていきましょうか。さあまずは初手で、これ巨爆プラスのこれ痛いですね、なんだ、ボムタワー
巨爆3連発以上の効果があるんで、まあ、そこはね、もう、ないタイミングでしっかりヒール打ってきましたね。瞬発力判断お見事です。で、さらに中心部アーチャークイーン、これはもうヒールで回復できない火力を与えてきますんで、ロイヤルチャンピオンもそうですね。そこはしっかりと投網を打っていって、さらに投石のダメージも一部投網で回避したところかなと思います。最終区画投石にはしっかりヒールを打っていって、ディガーたちを守っていくんですけども、まあ、こんな感じですよね。わかりますかね。ちょっとホグが今最終盤やられてしまっていってますけども、ディガーたちとホグライダーが一緒になってこう歩いていたのがわかりますかね。ディガーとホグが、一緒になってこう歩いて、その束になって歩いていく。分かれてないですよね。分かれないでこういう風に進むことによって、ここをですね、全体的にこう面で押し上げていくっていうことができるわけですね。それぞれ分断されないんですね。で、こういう効果が発揮されると、呪文だったりグランドウォーデンのトームだったり、まあ、そういった効果が本当に最大化されるし、なんていうのかな、一点に、ディガーやホグが、まあ、だけだとやっぱり防衛施設だけにこう集中して、同じ施設を大量の、ね、ディガーやホグでこう殴っちゃってオーバーキルしちゃうなんていう、まあ、そんなことを知られたにどんどん、周囲の施設からダメージ食らっちゃうっていうような、まあ、負けパターンに陥ることも少ないですよね。なので、より、ホグと、ディガーがこう広がってですね、広がることによって、なるべく多くの施設っていうのをその同じタイミングで破壊しながら前に進んでいくことができる。まあ、そういう形を作りながら、その面を作る、まあ、フェイスを作って前に進めていくためには、アイスゴーレムとかでディガーとホグライダーが分断させられちゃダメなんですよね。それを、まあ、やってしまった私の攻めっていうのは、まあ、非常に反省する点が多くて、まあ、逆に、アイスゴーレムに対してもディガーラッシュを当てていく。ないしは先にそれを、釣って処理してから、ディガーホグを回していくっていうね、大五郎さんやクルミーさんのアタックっていうのは、まあ、それをしっかりと、同じ鉄を踏まずに、上手にね、ディガーないしはディガーホグパート、まあ、っていうのを進めていっている、まあ、いい参考例になってるんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、かなりディガーホグってやっぱり試してみたいないしは使ってる方多いと思ったんで、まあまあ絶対やってほしくないね失敗例っていうのを、まあ、今回は題材に動画を撮ってお送りいたしました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひですね、まあ、こんな形で関西クラクラクラブ、まあ、それなりに楽しくできてるかなというふうに思いますので、今ねタウンホール10人以上の方を募集してるんですけども、対戦好きで、まあ、コミュニケーションも取れて、割とねこういう形でやってきたよなんて方がもしいらっしゃれば、ぜひぜひお越しいただけたらもう大歓迎いたしますので、ですね、遊びに来てもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。